ガティネケ、ガティネケ、フランス語、メゾンデゴティナイズナイシアンジュ家、ケ、フランス語、メゾンディーアンジョーは、フランスのガティネ博及びであった貴族の家系。11世紀以降、アンジュー博となる。1131年以降、同家からエルサレム王が出ており、さらに、イングランド王家との婚姻を通して1154年より、イングランド王となった、プランタジネット長。 同家は1060年に、ジョフ・ロワ3世が、母方の叔父であるアンジェル・ジェケのジョフ・ロワ2世から、アンジュー・ハを相続した後、著しく台頭し、直期に婚姻を通して、命のを獲得した。また、十字軍に参加し、テンプル騎士団と密接な関係を持ち始めた後の1131年に、古く5世の婚姻によって、エルサレム王国を手に入れた。 ガティネ家の本家は1154年にプランタジネット家となり、イングランド王国、アイルランド、ウェールズ王国を支配するようになった。これらの広大な領土は、アンジュ帝国と呼ばれるようになる。1127年までに、古く五世はアンジュに帰る準備をしたが、その時、エルサレム国王ボードアン二世の使者を迎え入れた。ボードアン二世には、後継ぎとなる男子がおらず、 娘のメルザンドを後継者として指名していた。彼女を有力な貴族と結婚させることにより、彼女への王いと領地の継承をより確実なものにしようとしていた、ボードアン2世にとって男やもめであり裕福な十字軍選手として、野戦での指揮を行った経験を持つ、古く5世は、王廃として、辺境国家の争いの掌握を任せるにふさわしい条件を備えていた。 ところが、古く5世が、メリザンド女王の王廃になることを拒み、共同の王になることを申し出たため、ボードアン2世は、古く5世の富と軍事力に免じ、不勝武将承認した。古く5世は、アンジュ博の地位を正式に息子のジョフロア4世に、女王としてエルサレムに向かい、そこで1129年6月2日にメリザンドと結婚した。後に、ボーン世は、 メリザンドが1130年に古く5世との間に設けたボードアン3世の唯一の保護者となることで王国における彼女の地位を支えた。1131年にボードアン2世が死んだことで古く5世とメリザンドはエルサレムを共同で統治した。開始時から古く5世はメリザンドを排除して自身が唯一の統治者であるとみなし、 現地生まれの貴族よりも取り巻きの安住の同郷人を徴用した。また、エルサレム王国より北方の他の十字軍国家に対しては、ボードゥアン二世の政策を継承して、エルサレム王国の総主権を主張しが、古く五世の権力基盤が、ボードゥアン二世のそれよりも、はるかに脆弱であったため、古くの権威は跳ね付けられることとなった。エルサレム国内でも、同様に古く世は、 最初の十字軍以来の同地で生まれ育った第二世代のキリスト教徒から反感を買っていた。これらの現地の住民はメリザンドの鳩子で人気のあるユーグ二世、ユーグ二世デュピュイゼに期待を寄せた。彼は王妃メリザンドに極めて忠実だったため、古く五世はライバルとみなし、これを追放するため1134年にメリザンドとの間に不定があったという理由をつけて告発した。 ユーグ二世は反旗を翻し、アスカロンのムスリムと同盟するために、ヤッファを彼らに委ねた。ユーグ二世は、古く五世が派遣した軍を打ち破ることに成功したが、この状態を維持することができず、おそらくは、メリザンドの配慮によりが、争いの仲裁に出た。古く五世は和平に同意し、ユーグ二世は、寛大にも、王国を三年間追放されただけで済んだ。 しかしながら暗殺の試みが遊具二世に対して企てられた。古く五世やその支持者たちに責任があるとは信じられていたが、直接の証拠は決して表に出なかった。周文全体はメルザンド一派が宮廷革命にも等しい政権を掌握するのに必要だった。歴史執筆者のベルナルド・ハミルトンは古く五世の支持者は宮廷で、 自らの生命の危険をさらしたと述べる。同時代の歴史執筆者のギオームドティールは古く五世についてメリザンドの承諾抜きにはどのような取るに足らないことでも主導権を握ろうとはしなかったと記した。その結果、メリザンドは1136年以降は直接的で疑いようのないほど政権を掌握した。また、いつだかははっきりとはわからないが、 少なくとも1136年以前に、古く5世は、メリザンドと和解し、2番目の子供である、アモーリー1世、アマルリックを設けた。1143年、国王夫妻がアッに休暇に赴いていた際に、古く5世は狩猟中に亡くなった。ギオームド・ティールの序述によれば、古く5世の馬はつまずいて倒れ、その鞍が、古く5世の頭蓋骨を直撃し、 脳が両事と鼻から飛び出た。古く五世は、アッコンに運ばれ、死ぬ前に3日間無意識の状態だった。古く五世は、エルサレムの聖墳墓教会に埋葬された。二人の結婚は対立した状態で始まったが、メリザンドは、公と同じくらい、私的にもに服した。古く五世は、最初の妻との間にできた、ジョフロは四世とメリザンドとの間にできた。 ボードアン三世及びアモーリー一世よりも先に死んだ。ボードアン三世は母と共同統治する形で1143年に大位に就いた。ボードアン三世の初期の統治は1153年に彼自身が政権を掌握するまではエルサレムでの立場をめぐる母との口論に暴殺されいた。ボードアン三世が1162年に死な亡くして没したことで 弟のアモーリー一世が継承したが、何人かの貴族は、彼の妻アニエスド・クルトネーに対する反対があった。貴族たちは、ボートゥアン三世がまだ後継者を設ける能力があった1157年には、アモーリーの結婚に同意していた。しかし、今では、は、アニエスとの結婚を取り消さない限り、アモーリー一世の王位を認めるのを拒絶した。アニエスへの敵は、何十年か。 あとに、アニエスによってになるのを妨害されたギオームドティールの年代記の誇張によって見受けられる。同様にのような、ギオームの後継者は、カーテルエ,ヌエスとキューロイネドイエイースター、DISIO とサイトコムでジェローセロム。そこには、都市エルサレムのごとき、神聖な女王がいなかったとアニエスの特心が低い、ことを暗示した。それにもかかわらず、血縁関係が近いというのは、 結婚反対の理由になった。アモーリー一世は同意し、妻抜きで当局した。しかしながらアニエスはヤッファ及びアスカロンの除白の称号を保持し、それらの報道の収入から年金を受け取っていた。教会はアモーリー一世とアニエスの子供たちを着室とし、かつ相続における彼らの地位を保持できることを規定した。彼女の子供たちを介してアニエスは二十年近くも、 エルサレムに強大な影響力を持ち続けた。アモーリー一世の後アニエスとの息子である、ボードアン四世が継承した。その後アニエスはと結婚し、アニエスの次の妻であり、王太后となったは1177年にと結婚した。アモーリー一世とアニエスとの娘であるシビーユは、すでに成長しており有力な王位継承権者であった。一方で、 アモーリー一世とマリアとの娘であるイザベルも、ケーフの実家である、ディブラン家の支援家にあった。1179年にボーダン四世は、シビーユとブルゴーニュコを遊具三世と結婚させようと、したが、1180年の春までには未だ、解決しなかった。トリポリハクレーモン三世はクーデタを試み、王の姉妹を自身が選んだ現地の候補者、おそらくは、ボーダンディブラン。 バリアンのニ位と結婚させるのをボードアン四世に強要させるために、エンティオキア公、ボエモン三世と共に、エルサレムへ進軍した。これとは反対に、ボードアン四世は、シビリユとであるエメリード、リュジニャン、あとのアムーリー二世の弟であるギード・リュジャンとの結婚を素早く準備した。外国との縁組は、外部からの軍事的援助を引き出すのに必要不可欠であった。ギーが、 進化の立場にあるべき新フランス王フィリップ2世、尊厳王は未成年だったので、シビーユのいとこである、イングランド王ヘンリー2世、ローマ教皇の謝罪のための聖地巡礼の義務を有して、いたが役に立った。1182年までにボーダン4世は、ハンセン病によって、次第に能力が発揮できなくなり、ギーを、バイー、代理人に任じた。レーモン3世はこのことに反対していたが、 数年後に D がボードアン4世の寵愛を失うトバイに任命され、ベールートの所有権を与えられた。ボードアン4世は次第にデーモン3世及び貴族会議と次のような合意に達した。つまり、シビーユが最初の結婚、D との結婚の前に出設けたモンフェラート工房団をシビーユやギーよりも上位の後継者とみなすと。 モンフェラート公は、レーモン三世が執り行った儀式下で1183年に、ボードアン五世として、ボードアン四世の共同王に退官した。ボードアン五世が幼少期のうちに没死したら摂生の地位は、継承者とての資格を最も有する近親の男子、イングランド王、フランス王、新生ローマ皇帝フリードリヒ一世赤ひげ王に移り、ローマ教皇が、 シビーユとイザベラ間の裁定ができると同意された。継承者としての資格を最も有する者の名は、明記されていない。ボードゥアン四世は1185年の春に死去し、彼の老い、五世が王位を継いだ。レーモン三世は倍位だったが、ボードゥアン五世の個人的な保護者の地位を、彼の母方の王子である、エデッサハク・ジョスラン三世に譲った、というのも、 眼見でない少年王がもし死んだ場合に疑惑を引きつけたくないという理由でだった。ボードゥアン五世は1186年月にアッコンで死去した。両、再度ともボードゥアン四世の意思に注意を払った。葬儀の後、ジョスラン三世はシビーユを彼女の兄弟の後継者に指名した。とはいえシビーユは、かつての彼女の父親が彼女の母親と別れさせられたのと同じように、 ギーとの離婚に同意させられた。ただし、新しい福君、王廃を彼女自身が選べるという条件を保証された、上で、一旦退官すると、シビーイユは、直ちにギーを退官させた。一方、デーモン三世は、バリアンとマリアの拠点であるナーブルスに赴き、王女イザベラとイブラン家に、忠実なすべての貴族を招集した。デーモン三世は、イザベラとその夫である王位につけたかった。 しかしながら、オンフロア4世は、シュートノルノード・シャティオンが、ギーの同盟者であることから彼を見捨て、ギーとシビ b ユに忠誠を誓った。古く5世は1136年以降に影響力を失い、1143年に死去した。メルザンドは、法律上の権利を駆使して統治した。エルサレムは1187年に喪失し、シビ b ユは1190年に死去したが、ギーは、 王位の譲渡を拒否した。王位は1192年まで争われ、以降は国王はごくわずかな海岸部の胸部を支配した。エルサレムのガティネ家はイザベルの死で断絶した。サラセン人による征服まで幾人かがエルサレム国王の地位をめぐって争った。しかし、ウトルメール、十字軍の支配下でのエルサレムの名称。フランス語で海外の意が サラ先人ンンによって失われたにもかかわらず、エルサレム国王の称号はいくつかの世代に引き継がれ、今日のヨーロッパの君主のほとんどすべてがこの称号を用いている。古く五世がエルサレム女王メリザンドと結婚する際に安住白衣を譲った息子ジョフロア五世は、1128年にイングランド王ヘンリー一世の娘マティルダと結婚した。 マティルダは1114年に新生ローマ皇帝、ハインリヒ五世と結婚したが1125年に夫と死別し、唯一の男子後継者ウィリアムを1120年に失っていた父ヘンリー一世からイングランド王位継承者に定めら、イングランドに戻ってきており、ジョフロア五世より9歳年上であった。1133年にマティルダは男子アンリを産んだが、この男子が後に、 イングランド王ヘンリー二世となる。父ヘンリー一世より後継者に定められ、貴族からも真珠の誓いを受けていたマティルダであったが、ヘンリー一世の死後にイングランド王となったのは、いとこにあたるブロア家のスティーブンであった。スティーブンが多いと共に継承したノルマンディー皇領に関しては、1144年にジョフロアが獲得し、1151年のジョフロアの 死により息子アンリに継承された。イングランド王位をめぐって、マティルダ、およびガティネケとスティーブンの間で、争いが続いたが、1153年に、スティーブンの後継者ウスタシュが死去したこともあり、同年、スティーブンはウォーリングフォードで講和を結び、ガティネケのアンリを自らの後継者とした。翌1154年10月25日スティーブンが死去し、アンリはヘンリー2世として、 イングランド王位に就いた。以後、1485年に、リチャード3世が、ボズワーズの戦いで戦死するまで、プランタジネット朝、ランカスター朝、ヨーク朝と3つの王朝を通して、段形で、ガティ抜けが、イングランド王位を継承した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。